と動物のメスもううだてちゃうから、人動物のメス生殖機能に関わる共振化遺伝子の解明ということで、亜鉛シグナルに着目してという研究を行っています。まずですね、この研究の目的になるんですが、近年子供が授かりたくても授かれない、いわゆる不妊症というのが、大きな社会問題になってます。そういった方々がもし子供が欲しいというふうになった場合には、いわゆる不妊治療というのを行っています。一方、動物の世界を見てみますと、主に家畜、牛では、いろんな人工授精などの技術が発達してるんですが、年々受胎率、つまり妊娠率というのが低下しています。つまり動物の世界でも、いわゆる不妊症というのが、問題になっているわけです。その妊娠率、受胎率が落ちるということは、産業的にも非常に大きな、ダメージがあるわけですね。私たちはこの亜鉛の交換輸送体遺伝子という、分子に着目することで、もっとその亜鉛と生殖との関係を、分子レベルで明らかにできるのではないかと。人と動物の不妊症を治療したいと。畜産業、あるいはそういった社会に貢献したいというふうに考えています。こういった亜鉛と生殖の機能が、もし分子レベルで明らかになれば、今困っている人の不妊症や、あるいは牛の受胎率の低下、こういったようなものを改善して社会に役立てることができるのではないかというふうに考えています。今の学生さん、コロナ禍ということもあって、いろんな活動が制限されて、非常に大変な思いをしているんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で、やはり大学の4年間あるいは6年間というのは非常に大事で、大学の中で自分が頑張りたいというふうに思えるものを見つけて、ぜひそれを一生懸命取り組んでいっていただければ、楽しい大学生活あるいは卒業の進路というのにつながってくるんじゃないのかなというふうに思っています。